はいどうも、ミッチザブートキャンプのミッチです。今日はですね、ハンゴーピザをちょっとやりたくてちょっと準備してきました。はい、ハンゴーピザって何ぞやっていうと、まさにこのハンゴーを使ってですね、このハンゴーで簡易的なピザ窯を作るような状態になります。はい、何でしょう、キャンプ行ったら焚き火とかで網で、石引いてもう一枚網引いてみたいな感じで簡易的なピザ窯とか作れたりするんですけど、ソロで行ったりとかする時とか もっとお手軽にできるような感じなのがありますんで、ちょっとこれ、やったことなかったんで今回ちょっと試してみたくて、やってみようと思います。はい、直接ねこれ乗せちゃうとやっぱ安定悪いと思うんで、1枚ちょっともう網をかませちゃって、んでそれにハンゴを乗せて、これでこの網を入れていくみたいな形にしたいと思ってますが、はい、ちょっとねどうなるでしょうか、ちょっとやってみたいと思います。やっぱ飯盒に入るぐらいのねピザなんで、この薄焼きミックスピザ、ちょっとねちっちゃめなやつ、こんぐらいのタイプ、こいつだったらほら綺麗に入るでしょ、これだったらいけるんじゃないかなと思ってこれにしました。ちょっとね、はい、ちょっとちっちゃめなピザで試してみたいなと思います。よいしょ、焚き火だ、焚き火を見ながらやらないと焚き火忘れちゃいますもんね。よいしょ、ね、これでできるとなんかいろんなちょっとバリエーションが増えそうだなと思って、やったことなかったんですけど、ちょっと試してみたいですね。これ、よし、どうかな。ちょっと真ん中に当たるように調節して。はい。じゃあちょっとスタートしていきたいと思いますよ。ね、どういう状態かっていうと、こういう状態です。こういう状態。よし。こういう状態で。大丈夫。ちょっと中火弱火ぐらいかな、どうだ、ちょっとね、あったかくなってきたような気がしますね。簡易的なオーブン。ね、あったまって、オーブンのような状態になるみたいですよ。うん。ちょっと楽しみ。キャンプ行った時って、オーブン系の料理ってなかなかこうできないことないんですけど、なんかちゃんとねこう囲んでやればできたりとかするんですけど、これができるともっともっと簡単にできることが増えるなっていうような気がしますよね。うん、どうだろう、あ、そうか、ちょっと温めてから入れた方が良かったのかな、大丈夫でしょう、うん、おう、
ちょっと煙が上がってきましたね。温まってきてるのかな。これでちょっとしばらく様子を見てみましょう。というわけで、さあ待ってる間に今日のビールを探せ。さあちょっと待ってる間に一杯飲んじゃおうかなと思います。はい、じゃあ今日のビールはどこでしょう。今日のビールはどこでしょう。このビールは、ここです。ここここ、はい、タンスの中にありました、今日のビールちゃん。はい、すいません、いただきたいと思います。じゃあ皆さん今日も乾杯でございます。乾杯。さてと、あ、チーズがねちょっとね溶けてきましたよ。うん、おお、チーズがだいぶ溶けてきました。いい感じかな。裏側もねちょっとね焦げがついてるところがある感じ。うん、大丈夫。ちょっと見てみます。こんな感じになってますよ。ほらほらほら。へい、ちょっとね今10分ぐらいやりました。はい、ちょっとね、いい感じ、熱々つつつつ、いきましたよ。あ、ちち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 ち、ほら、わわ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 。OK、OK。いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。ほう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 。ああ、いい感じ、いい感じ。へえ。おお、いいですよ。うん。ちょっとね、あの当たっちゃったところはあるけど、全然、おわー、おおおお、あたた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 たあの火がこう何でしょう、焦げはないんですけど、あのまあそれはまあお好み、バーナーとかで軽く上から炙ってやってもいいかなと思います。うん、パン粉あっかまっかく、おいしい。うん、うまい、うまい。うん、うん、どこまで気じゃないですか。うん、意外とちょっとね、この奥壁にこう当たっちゃうと焦げちゃうんで気をつけた方がいいかもしれない。うん、うん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 、全然、へえ、うん、マンゴーピザできますね。なるほど。うん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 、うまい。うん、ピザの具はあのハワイアンが好きです。あのハムとパイナップルが乗ってるやつがあるんですよ。うん、ハワイアンピザ。俺結構好きで、あの宅配のピザとか頼むときは、そ
それ結構頼んじゃうんですけど、なんでしょうね、子供の頃は、ほら酢豚にパイナップルとか入ってたじゃないですか。あんまり好き、なんで入ってんだろうなぐらいな感じだったんですけど、最近っていうか結構好きですね。好きになりましたね。うん、美味しさが分かってきたっていうか、なんだろう、このお肉とフルーツの合わせ、生ハムメロンじゃないですけど、もう甘いのとしょっぱい、甘いしょっぱい、甘いしょっぱいがすごい分かるようになったなって思いますね。うん、ピザはハワイアンおすすめですよ。うん、本当ピザ、オーブン系もこれでできますね。番組とかで見たんですけど、あるんですよ、フライドチキンにメープルシロップをかけたやつ。なんかそれあのハワイのおじさん、なんかちょっとガタイのいいおじさんがこれがうまいんだよみたいな感じで食べてるのを見て、それはどうなんだろうって思う。でもちょっと試してみたいなって思いみたいなっていうのはありますね。フライドチキンにメープルシロップ、うん、不思議な感じ。うん、やっぱり甘いのとしょっぱいのの組み合わせだからちょっと美味しいんだろうなと思うんですけどね。ちょっとやってみたいなと思いますよね。うん、なんだろう、メープルチキン、うん、ちょっと食べてみたいなっていうのは思いますね。そういうのじゃあやってみようかな。ね、ケンタッキーフライドチキンにもあれでしょ、メープルシロップついてたりとかするのあったりとかするじゃないですか。ちょっと試してみたいですね。うん、美味しいのかな。うん、はい、もうね、フルーツとお肉の甘いのとお肉の組み合わせが分かるようになった今ならちょっともしかしたら食べれるのかもしれない。ちょっと試してみたいなって思いますね。うん、ちなみにピザに皆さんタバスコかけます？僕はあんまね、あの辛いのもあんま得意じゃないんで、あのピザにはかけたりし、まあたまにかけたりとかするかな、するんですけど、でもピザにタバスコをかけるのは日本人だけらしいです。本場イタリアでも、あのタバスコの国アメリカでもピザにはかけないんです。ね、日本人だけみたいですよ、ピザにタバスコかけるの。うん、なんでだろう。確かに、あの本場のこうピザ屋さんに行ったらタバスコ置いてないですもんね。うん、メープルチキンはちょっと今度試してみたいなと思います。うん、まあまあ上でこう炙りを入れたりとか
するとさらにいいかなっていう感じで、意外と、うん、できます。うん、OK ですね。これ飯盒、このオーブン系な感じの何かちょっとレパートリーが増えそうな感じで、うん、いいかもしれないです。はい。ちょっと皆さんもやってみてはいかがでございましょうか。はい、リッチさブートキャンプのリッチでした。今日はここまで。ありがとうございました。